プジョー新型 E208 のここがグー。それでは新型プジョー E208 のインテリアをチェックしてみたいと思います。こちらが E208 の車内です。おー、一番の特徴はこの 3DI コックピットっていう、見てください。じゃーん、わかります？これね、 3D になってるんですよ。この立体感がある、先進感って感じ。こう見た時のおっていうインパクトの方が大きいかも。でこのハンドルが、これもちょっと特徴的なんですけども、全体的にこのハンドルがちっちゃくなって、ここの上からメーターパネルを見せるっていうのが特徴なんですね。で普通はハンドルのこの上の部分とここの間から見せるんですよ。多分あんまり皆さん意識してないと思うんですけども、タッチパネルなのは嬉しいですよね。ここの中でエアコンの温度とか風量とか風向きとかを変えられたり、まあ、もちろんナビの画面ですし、プジョーらしさで言うと、まずこのスイッチ系ですね、これもそうなんですが、ここも変わっています。シフトレバーも爪系なんですよ。このシフトレバーもちょっとこう爪っぽくないですか。でここのこういったスイッチもちょっと爪系っぽいですね。で実はこの前の型までこの爪ってもっと長い爪だったんですけど、これ短くなって、私これ深爪って呼んでるんですけど、深爪に進化して深爪になりました。そしてあと大きな特徴としては、まあ、ここにドライブモードがあって、エコモード、ノーマルモード、そしてスポーツモード、この3つのモードがあって、これ私の大好きな機能なんですけれども、じゃーん、ここの中非接触充電がついてます。だいたいこの非接触充電、まあ、チーって言うんですけれども、これが横に入れることができて、立て掛けもね、すごいこれすごいグッドアイデアだと思うんですよね。こう横でも縦でも置けて、あとシートはね、もう抜群におしゃれですよ。このステッチとかが白とブルー、うまいのは異素材の組み合わせが抜群にやっぱりうまいんですよ。これね、日本車ではなかなかないこのセンスですね。こういったことをおしゃれに仕立ててくるのがやっぱりね、違うなと思いますよね。 E208 のここがグー。3つのドライブモードと、あと2つのブレーキモード、スポーツモードにすると急にブーッとこう